滋賀県には地元のこだわり野菜が数多く存在します。日野菜、北の生菜、そして葉玉ねぎなど、このような100種類以上の近江野菜が食べられるレストランが花陽、大阪に8店舗あります。そのこだわりは何といっても新鮮さ。代表の清水さんは滋賀県中の畑や牧場を回り、自ら仕入れの交渉、県内250軒以上の生産者とお付き合いをすることで、一年中旬の採れたて近江野菜を仕入れることを可能にしました。農家さんがどのようにこだわられているとか直に教えていただくことによって、私どもも同じ気持ちになって大切にそのお野菜を使いたいって思います。滋賀県内を回り、一日に仕入れる野菜はおよそ100種類。これをその日のうちに大阪のお店に運びます。まさに産地直送。近江のブランドっていうものは知っていただければ、必ずいいものがたくさんあるんだっていうことを感じていただけると信じています。滋賀らしい価値観、ここクール。